はい、皆さんこんにちは、マイチクです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今日から始まりました、D1 コラボ第3弾ですかね。 ZS ということです。 SR そしてボスバトルとしてこのね ZS 全国制覇というわけですが、まあ皆さんご存知の通りイベントスケジュールしっかりね見ておられると思いますが、もう残り少なくなってきましたね。あとはまあチームの皆さんで頑張る TBR、 久しぶりに来る TBR 含めて、皆さんチケットを集めてぜひあのね22年バージョンのモンスターエディションをゲットしていこうというわけですが、今日も、今回のこの ZS のイベント、概要要点まとめですね。そして今回の上位報酬車両はあの車両なわけですが、そのステータス比較もやっていこうと思います。トップ3000ですね、上位報酬車両ということでトップ3000なわけですが、まあすごい戦闘力として出ていました。では早速やっていきましょう。はい、こちら今日は3つお知らせ切っています。ゴールドスピリッツオーラサマーキャンペーン2開催ということで、こちらはこれですね、絶影が含まれるこれね、サーバルキャットネオも入っていますが、まあ、絶影正直僕も欲しかったんですよね。欲しくてもまあガチャで当たらなかったわけですが、いまだにねまだリアルタイムバトルとかで見ることもあります。そしてまあ見た目がねかっこいいですね。僕個人的にはまあこの RX8 でもねこんなにかっこよくできるんだ、さすがドリスピっていう感じのねハイスペック車両ではありますので、まあぜひゲットしたい方はこの機会にどうですかという形でしょう。そしてピックアップゴールドオーラー ZS 開催ということで、今回の全国制覇ですね、そちらの特攻車両になるものがねこのように今回のこのオーダーでゲットできるということです。R やメミアの松清 RX7 と極み N スタイルのワンビアですね、こちらの2台特攻中特攻台となっています。はい、それでは2022年 D1GP コラボ第3弾全国制覇イベント開催ということでメイン見ていきましょう。期間8月18日14時たった今から8月23日22時59分の開催となっています。さて登場車両、今回ねゲットできる車両含めて見ていきましょう。最上位ランキング報酬、こちらは変わらず GR スープラモンスターエディション22年バージョン、こちらのチケットをですね 5% で当てるか、もしくは引いた後にいただける1ポイントそれを5ポイントゲットして確定でゲットできるというものになっています。はい、戦闘力は変わらず703、もちろんこの戦闘力です。そして今回一番注目すべき上位ランキング報酬ですね、トップ3000の車両、これははいこちら、まあ先日ねセカンドチャンネルの方でも少しお話ししたこのバリノの N スタイルシルビア S13 ということですね。シェイクダウンから強烈なスペックを見せつけた V8 搭載 S13 ということで、まあ普通にねシルビアといえば SR エンジン4気筒のあるエンジンですが、そこに V8 エンジンをぶっ込んだというこのね化け物の S13 出てきたというわけです。戦闘力星7で694ですね。どうでしょう皆さん、これトップ3000の車両ですね、トップ3000の上位報酬車両で戦闘力694、とんでもない戦闘力ですね。まあステータスは後ほどね見ていくわけですが、まあここを見るだけでもねこれはもう間違いなく以前の最上位補修車両のね戦闘力とかでしたよね。ここまで高くないものもありましたので、まあドリスピーどんどんね700を超える戦闘力の車両も出てきましたけど、それでもこの今の段階でもね694っていうのは十分高い戦闘力と言えます。そしてランキング報酬ですね、マツダ RE アルミア松清 RX7 ということで、なぜかこの画像だけね、まあ、リスナーの方も言っておられましたが実写じゃないという、なぜでしょうか。はい、こちら星6で戦闘力621ということです。そしてもう一台ドリフト界で躍進し続ける尾藤選手のワンビアということで、まあ昨日もお話ししましたがシルビアとね180ニコイチにしたこのワンビア、極み N スタイルのワンビア S13 ということで星5533の戦闘力となっています。まあ、この2台の車両がね今回の ZS の特攻車両にもなるわけですが、いつもお話ししていますがもちろんこの車両をね
最終的なランキング報酬として狙って走るのも全然いい、そんなねコラボイベントかと思います。そして今回のイベント交換所では変わらず今回もこのリバースのナックルシルビア S1 号ですね。そして仲間はビトー選手、そしてもう一人いましたね、このイロハ、献身セブシのイロハ、この2人が設定されています。ボーナス効果詳細も見ていきましょう。はい、こちら車両の方はボーナス効果大中、先ほど見ていたオーダーでねゲットできるものとなっています。そして仲間の方も同じようにねオーダーですね、現在開かれているオーダーでボーナス効果大中それぞれゲットできるということです。そして車両の方の今回のボーナス効果小、こちらは XD の Z34、まあ、こちらは先ほど見ていったあの絶縁のねオーダーありましたよね、絶縁が含まれるゴールドオーダー、あの中にも含まれていた車両ということでしょう。そして S15 の XD、 そして DC5 ですね。そして変わらずこのリバースナックル S1 号とこのサーバルキャットネオも先ほどのゴールドスピリッツオーダーに含まれていたもの、そしてこのティーバルーフの Z、 そして絶縁これですね、これも含まれるということです。そして仲間の方の小特攻はこれもね先ほど見ていたイベント交換所でゲットできるビトー選手、そしてこのね水着姿の仲間たちですね、これも以前と変わらないところでしょう。そしてもう一人ここに献身整備士のイロハも含まれていますということですので、まあ、いつもと同じですね、イベント交換所などでゲットできるというところで最低でもボーナス効果小の 20% ずつですね、 40% アップでは走ることのできるイベントとなっています。さて今回の交換所の中身見ていきましょう。 ZS ということでこのようにねしっかり、まあ、1000ゴールドもね含まれていますね。 ZS は10万ポイントで1000ゴールド、これが嬉しいところ。そして、まあ、車両や仲間もねこのように特攻賞のものは含まれています。そしてスピーチ系などあって、今回はですね、はい、テクニックの悟りとなっています。はい、それではランキング報酬見ていきましょう。 GR スープラモンスターエディション22チャンスチケットのゲットの仕方、枚数などについてはね SR とかねボスバトルでもしっかりご説明していますので今回は省かせていただきます。さてバリの N スタイルシルビア S13、 こちらですね V8 エンジンのこの車両トップ3000でしょう。はい、そうですね、いつもと変わらないトップ3000の上位報酬車両となっています。そしてこの3001から5000位の RE アメミヤ松木雄 RX7 特攻車両でもあるこの車両は3001から5000位、そして5001から7500位が極み N スタイルのワンビア S13 ということになっています。無理にね上位報酬車両とか狙わずとも十分ねこのイベント楽しめるかと思いますので楽しんでいきましょう。さてそれでは、はい、こちらいつものように図鑑にやってまいりました。もちろん今回見ていくのは上位報酬車両ですね。皆さんここで一度ね簡単に振り返ると SR ですね、第1弾の SR の上位報酬車両がこちらの DMAX の S1 号シルビアだったわけです。戦闘力691ということでとても高くてね驚いていました。加速も2200、そしてハンドリングも4200台と、もう明らかにこれはね上位報酬車両というよりかは最上位報酬車両でもいいようなステータス構成となっていたものでした。そしてボスバトルですね、一つ前のボスバトルの報酬車両、はい、チームトヨタイズのドリフト GR86 ということですね。見た目もとてもかっこいいものですが、まあ、戦闘力は687というところですが、まあ、こう見ると DMAX にはね劣ってしまうところはあるわけですが、加速ハンドリングともにね2000台4000台としっかり必要なところはね満たしているかと思います。この車両とね比較するところとして、このグランクロアとかあとダブルレーンとかね、十分リアルタイムバトルでも時々見かけるような車両と同じようなステータス構成ということで、ステータスとしてもね申し分ないところであるというところをね見ていったかと思いますが、今回の上位報酬車両というところですね見ていきましょう。先ほど見ていたこの DMAX、 ここを一つ上、そしてこのね至るデザインの一つ下ということで、ここですね
先ほども見ていきましたが戦闘力694という、まあ、トップ3000ですからね、上位報酬車両では考えられないような戦闘力に、ね、なってきました。それではステータス見ていきましょう。このようにまだね遭遇していないので白いままですが見ていきましょう。高速性能3898、加速性能2097、ハンドリング4057、ニトロ性能3847の燃費消費量805ということです。単純にですね戦闘力は、まあ、一番このね D1 コラボの上位報酬車両の中ではトップの戦闘力、そしてまあ、DMAX のね、あの加速性能ハンドリングっていうのは、まあ、D1 コラボ一番最初のイベントっていうところであの設定でもあったかと思いますが、まあそこと比べるとね、少し低くは見えますが、まあ実際ね、数値としては低いわけですが、先ほど見ていったこちらの車両ですね。こちら。加速性能2068、ハンドリング4048。本当十分なステータスでとても乗りやすい車両だったわけですが、それではこれをですね今回の上位報酬車両のこの N スタイルシルビア、こちらに乗せてみていきましょう。こうなります。はい、まあ、大事な部分だけねパッと見ていけばやはり加速ハンドリングというところですね。まあ戦闘力がこれだけ高いというところもあって2000台4000台同じではありますが、しっかりね今回のこの N スタイルシルビアの方が上回ってきています。はい、ということで、まあ、ボスバトルでのこのね、GR86、新型 GR86 と、ステータス構成としては同じような形ではありますが、この戦闘力差分というか、まあ、しっかりね、加速ハンドリング上回ってきているというところで、このね、D1 コラボ始まって、まだね、上位報酬車両を取ってない方ももちろんおられるかと思いますし、すべてね、取ってやるっていう方もいるでしょう。そしてもちろん、この ZS にね、絞って待ってきた方もいると思いますが、まあ、このように見てもね十分ステータスとしても文句なしのところですので、これはね走る価値は十分あると言えると思います。カーブへ、やはり D1 車両はかっこいいということで、まあ今までね出てきたこのね D1 コラボ第1弾第2弾第3弾と来ていますが、一番高い戦闘力、そしてステータスも申し分ないところ、ぜひ皆さんこの ZS もね楽しんで走って、できればね上位報酬車両を狙っていきましょう。はい、ここでね最後にやるべきことがまだ一つあるわけですが、 5% の確率を信じて実はまだ引いてなかったこの1枚ね引いていこうと思います。もちろんねこれはもう3ポイントになるだけと正直思っていますが、もしここでゲットできたらねあとはもう楽ですからね。さあ引いていきましょう。5% の確率で僕はゲットすることができるんでしょうか。はい、さあお昼ですね。結構みんな当ててるんですけどね、僕のチームの方もリスナーさんとかね Twitter とか見てても本当に 5% なのっていうくらいみんな当ててるんですけど、まあ僕には来ませんでした。はい、まあ素直にあと2ポイント集めましょう。はい、そういうことですね。そして最後にですね、この ZS をねまだあまり経験してない方もおられますが、まずは部隊を編成するために車を3台選ぶ必要がありますが、もうねやはり先方中堅で勝つっていうことがね先決ですよね。まあここね入れ替えることができますので、まあ、僕の場合はですね、まあ、一番戦闘力ともにね走りも素晴らしいこのモンスターエディション、そして S15 ですね XD というところでやはり燃費がねとてもいいわけです。そして、まあ、3台目はね使わない前提ですよね。使わない前提で、まあこのイベントボーナス車っていうところで今回の 20% アップですね、まあ、無課金の方でもゲットできる車両が並んでいるわけですが、まあ先ほどね選んだ S15 も含まれています。3台のうち1台設定していれば 20% アップということですので、まあ正直ねここの車両を使う必要はないわけですが、まあ、なんといってもね ZS っていうのは最初のこの3台でのね合計の燃費っていうのはとても後々ねガソリンに負担をかけてくるっていうところがありますので、僕の場合はこの星5のねインテグラ DC5、
こちらをね3台目に設定していこうかと思っています。もちろんね星7より星6、星6より星5の方がね燃費は良くなるというところで、このね先方中堅ですね、もちろん相手が中堅の方がね高い場合はこれを入れ替えればいいわけですが、3台目はね走らないことをまあ前提としてですが、一番燃費のいいセッティングをねした車両、まあ、できれば星5車とかですねを入れておくと、3台合計でのこのね燃費っていうのはかなりいい構成が出来上がるので、このあたりね意識して構成してみるのはいいかもしれません。はい、ということで今回も ZS のイベント概要要点まとめ、そしてステータス比較をしていきましたが、まあね今回初めてこのイベントに参加するという方もおられるかもしれませんが、少しでもね参考になれば嬉しく思います。そしてこの D1 コラボも残り少なくなってきましたので、いつもお話ししていますが、イベントスケジュールはしっかり確認してね、 TBR 残すところ TBR となっていますので、ご自身ですね一人で走ってゲットできるポイントチケットっていうのはこれがラストになってくるということですので、ぜひねその枚数とかね自分のゲットする必要のあるチケット枚数ポイントっていうものをね今一度確認してこの ZS 臨んでみてください。はい、ということで皆さん今日も最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。